どうも、かきたまチャンネルの吾妻しんです。はい、えー、と、まず、この動画の企画を始める前、皆さんにお話ししておかなければいけないことありますね。あのー、毎日、平日は毎日 Vlog 更新しますと言っておきながら、あのー、3週間近くあのー、何も音沙汰がなかったこと。 大変申し訳ございませんでした。最初の方はですね、あの、今日動画、休みます、ごめんなさい、みたいなことでツイートしてたんですけど、あの、だん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 何も言わずに、あの、勝手に休むようになってですね、あの、無言を極めていたら、あの、視聴者の方からですね、DM でですね、ツイッターのダイレクトメッセージあの、死んでるっていう、生きてるみたいなね、あの、メッセージいただきました。あの、大丈夫です、元気です、生きてます。あの、心配してくださった方、本当にありがとうございます。あの、そして申し訳ございません。 今日からですね、また心入れ替えて、あの、頑張っていきたいと思ってますので、で、休む時はちゃんと休むっていうのもね、あの、黙って休まずに、あの、ちゃんとですね、申告しますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日、画角がすごく広いのわかりますかそして画質がちょっといいと思うんですね。これ、オズモポケット2、DJI オズモポケット2というですね、カメラで撮ってます。こういうね、棒で持つ、んと、こんな感じ。こんな感じのね、こう、棒で持つタイプの、えっ、ー、と、Vlog カム。 で,ですすね撮ってますどんな感じですか本当はソニーの ZV-1 っていうカメラが欲しいんだけどそれがですねまあ11万円くらいするのでちょっと一旦はっていうことであのね聖火リレーを走る時用にこれを買ったっていうので前で、ね、生配信で言ったんですけどその生配信の時に言ったカメラで今日はね動画を撮ってみたいと思いますよろしくお願いしますそして今日はですね動画のサムネイルとタイトルにあります通りこちらこれを紹介していきたいと思ってるんです えっと、ここね、書いてありますけど、食事の偏り、尿からスピード判定、ビタノートクイックというですね、商品。これをですね、紹介していきたいと思います。これです。これ、オートフォーカスとかできるんですかねこのカメラがどんぐらい性能あるのかわかんないんですけど、これですね。この尿、自分のおしっ こうなんかうまいことやって自分の中に今栄養がどれだけ、まあ、た足りてるのか不足してるのかっていうのをですね判定するえー、っとキットスマホで簡単栄養検査キットが2回分入っているこちらのビタノートクイックこれいただき物ですいただいたのでこちらをですね使ってえー、っとですねあの今から自分の尿を採集して今ですねこれ時間は 午後9時半です。夜の9時半ですね。もう朝ごはん、昼ごはん、夕ごはん食べて、洗濯も洗い物もお風呂も勉強も、履修登録も終わって、もう、スイッチでマージャンの練習でも、最近マージャンやってるんだけど、スイッチでマージャンの練習でもしようかななんて思ってたこの時間帯にね、もう体の中にね、今日の1日分の栄養をある程度行き届いてる。この状態で、これね、あの、おしっこ取って、これでね、クイックでクイックしたら、なんかでいい感じの結果出るんじゃないかなと思ったので、この時間ね、やってます。で、裏の方にですね、これなんか隠した方がいいのかな。 この中、説明がですね、いろいろ、これ書いてあるんですよ。えっ、ー、と、あなたの栄養状態を尿からチェック。スマホを使ってその場でスピード判定。で、スマホにまず、ビタノートクイックっていうアプリを入れて情報を入力すると。で、えっ、ー、と、カップに採用し、こう、ペーパーテストで、えっ、ー、と、ひたすと2秒間尿に、この中に入ってるのかな、中身が。で、それでアプリの中のカメラで、その、 ひたした尿がビッタビタの髪をスキャンすると結果がわかるよというですね。えっ、ー、と、ものでございます。とってもね、あのー、こうなんだろう、新しいね、最新的なこれ、これなんですけども、これ作ってるのがですね、株式会社、ゆかしかどというですね、これ多分ね、ベンチャー企業なのかな割とね、こう、新進気鋭の会社ですよ、ということで特許もね、出願してるこの技術、ビタノートクイックを使って早速、 量を取って、自分の栄養状態、何が不足しているのか、ね、見ていきたいと思います。わなんかいっぱいいっぱい出てきました。そして、この催眠術みたいな、これね、ガロですね。こうやって入ってな一回分、一回分ということで、じゃあまずこれね、使っていきたいと思います。何がともあれ、まずはアプリで自分の情報を入力しなくちゃいけないみたいなんで、それをやりたいと思います。 はい、こちら。ダウンロードしてますよ。ビタノートクイック。これ開いてみましょうね。ポチ。ビタノートへようこそ。ビタノートは最新の検査技術で栄養状態を精密に把握することで効率的に栄養改善が目指せるアプリです。ということで。カウンセリングや栄養検査を受けることであなたの栄養状態を分析。不足している栄養素や体の状態に合わせて最適なサービスを提供します。ということで。あなたに不足している栄養素が取りやすい食品やサプリを自動でセレクト。 定期的に届くこれですね、あの、この検査が終わった後に、その自分のオリジナルサプリ、例えば私はミネラルが足りてないとか、鉄分足りてない、ビタミン E が足りてないとかいう時に、足りてない成分だけをピックアップして、それをオリジナルのです、ね、サプリ、これセレクトンって言うんですけど、このオリジナルのです、ね、サプリを申し込むと、定期的にサプリが届くと。で、これによって、その栄養をね、改善できますよというですね、素晴らしいこのサービスなんですね。 何カウンセリング必要なのえー、っと、栄養改善の目標は何ですかということで、これはですね、何だろう、えー、っと、ま、いろいろあるんですよ。針弾力とか、脂っこい肌がとか、スタイルとか、若々しさ、調子、運動、すっきリ、コンディション、マイナスをストップ、スタミナとか、デリケートな体調とか、リラックスムキムキ。私は、お肌ですね、やっぱり。肌。肌の調子が、 一人暮らししてから、やっぱり悪くなってるんです。あのね、動画では、多分画質がね、あんまり、まあ、その、瀬戸さんみたいな、瀬戸康二さんみたいなね、4K とかで撮ってないから、バレてないと思うんですけど、やっぱりね、肌、肌ですよ。全身の気になるところはありますかということで、胃腸や排尿の気になる症状はありますが、便秘下痢になりやすい。これ、断然これ。スクショ撮って、これ置こうかな。まあ、こんな感じの、えー、っと、 ことを、えー、とやりましたよっていうです、ね、こんな感じで今出しておきます。こんな感じとこんな感じみたいな。で、Thank you! カウンセリングは以上ですと出てきました。じゃあ、これで、えー、とやっていくって感じかな。質問票質問票もあったわ。な、結構長いな、これだ。では、ようやっと、ようやっと検査できるみたいなんで、これちょっと画面明るすぎるかな。このくらいこのくらいで皆さん見えますようやっと検査できるみたいなんで、検査を開始します。カップに尿を取ったら、試験紙の規定ラインまで 2秒浸してください、えー。試験紙を引き上げたらすぐに撮影を開始します。ということで、ここからは尿意を催すまでカットシャ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 来たきたきたきた尿を取りました尿を今取って今私の右手にあったかいおしっこが今あったかいおしっこが入ったカップがあります。これは絶対に見せられません。では、えっと、これをですね、ひたひたひたしていきたいと思います。この線までですね。で、あのー、一番左が緑で真ん中が薄紫藤色みたいな。 で、一番右が、えっ、ー、と、オレンジ色みたいな今し、試験紙の色です。これで、えっ、ー、とね、浸していきたいと思います。1、2、1、はい。はい、できたはい、できたうわ、最悪おしっこ、机に。おしっこ、机にピシャってなりました。おしっこ、机にピシャってなります。最悪です。では、19、8、7、6、5、4、3、2、1。 これ取るんですね。取れた。どうだ。取りましたよ。うわ、もう最悪。今はね、もう机最悪です。検査が完了しましたですって。では見てみましょう。これ見せられるあれかな大丈夫かな一旦じゃあ私見ますね。で、こっちに出しますね。はい、今私が見たのはこれ。スコア10分の7。総合評価なんかにっこり。アドバイス。栄養バランスがおおむね良いです。 上の最新検査ボタンからあなたの食事バランスの検査結果を確認してくださいということでえっ、ー、とそしてこの下の方これ見るとこんな感じあえー、取りたい食品ひじきほうれん草ホッケということでなんかねこれが足りてないってこと確かにひじきほうれん草ホッケなんて久しく食べてないですねでこのあのにっこりの下のもっと見るを押してみましょうはいこんな感じですねビタミン少なめミネラル少なめ バランスはちょうどいいということでであなたの栄養バランスえビタミンは少なめミネラル少なめ食事バランスはちょうど良いようです食事の量が少ない可能性がありますこれは大正解私は食が細くて全然ご飯食べませんはいまずしっかり食べることから始めて毎日少しずつ違う食材を取り入れていきましょうこのページの後半にビタミンミネラルの役割やおすすめの食材アドバイスがありますので確認が参考にしてくださいと カウンセリングによると、ハリや潤いを意識されているようですね。ビタミン類、特にビタミン C、ビタミン B2、ビオチン、パントデン酸などを摂ると良いでしょう。足りない栄養を意識して補うなど、日々の心がけが良い栄養バランスにつながります。なるほど。じゃあちょっと、私、この、なんだ、サプリ、これ申し込みたいと思います。別で、後で。はい、ということで、こんな感じでですね、もう今、つくえ最悪です。だってあの、 おしっこ浸した試験紙を今、直で机に置いてます。<laughs> 無計画。でも,もう、ここでおしっこビシャってやったのがあります。はい、ちょっとね、今、いろいろ弊害が生じてますけれども、こんな感じで、今、まあこれ、その時の、直前に食べた、おしっ、<laughs> 食前に食べたおしっこはやめよう。直前に食べた、その食べ物とかによってね、出る尿の素性とかも違ってくるから、まあちょっと結果はね、だいぶこう上下するとは思うんですけれども、まあなんとなくね、自分の健康状態知りたいという方にはぜひ、 えっと、おすすめなのかなと思いました。はい。ということで、今日は、えっと、こちらの株式会社ゆかしかどさんより提供いただきました、これ。ビタノートクイックを紹介しました。皆さんいかがだったでしょうかぜひね、気になった方はネットで調べてみるなり、えっと、簡単にね、この、これ自体はですね、あの、もらえて、ね、あの、サプリアでベッド欲しい人は、買うかなんかして、みたいな感じなのでね、ぜひも、皆さんも気軽に、あの、検査してみてください。ということで、以上、かきたまチャンネルの、あがつまゆうしんでした。たたー